非いずる国新報。次に足立康史君。日本維新の会の足立康史でございます。ですね、今日は、なんていうの、所信質疑という言い方でいいんですかね。大臣よろしくお願いします。私は大臣もうお忘れだと思いますが、私まだ役人の頃にね、大臣とちょっと会食って怒られるかな、会食してもいいですよね、別に役人とさせていただいたことがありましてね、当時は自民党から立候補したいなと冗談ですよ、そういうふうに思いながらですね、大臣を仰ぎ見ていたわけでありますが、紆余曲折があってですね、今日曲がってるわけじゃないんですが、大阪で維新の会でやらせていただいております。またご指導よろしくお願いします。それにしてもこの小熊委員、この小熊委員が先ほどね、上品であります、大臣に、いや総理目指してんじゃないかと、なんかそういうことをこうなんか口走ってましたが、皆さんすみません、私委員会の雰囲気を変えてしまうということでよく怒られるんですが、大丈夫ですか、許して、中山委員も大丈夫だと、こう長尾さんなんかもう笑顔で言っていただいてるんでありがとうございます。僕はね、すごい失礼だと思うんですよね。私が仰ぎ見るこの岸田大臣ですね、総理のなんか狙ってんじゃないかと。僕は私がよく国会でなんか暴言だとか言ってですね、懲罰動議を去年は4ついただきましたが、よっぽど懲罰動議に値すると思いますね。ああいうその一委員がですね、野党のまだペーペーのこの委員、すいません、大臣に、一国のこの外務大臣ですよ、あんた総理狙ってんじゃないかと、言葉遣いはこういうのじゃないけど、僕は失礼だと思うわけです。少なくとも上品ではない、下品だと思います。どうですか。はい、以上、はい、岸田外務大臣。はい、私の立場は今外務大臣でありますので、外務大臣としての職責を全うするべく、全身全霊努力するというのが私の、取るべき態度だと思います。それに対してどう評価されるか、これはそれぞれ議員の皆様方の形式に基づいてのご発言だと思いますので、ご発言についてはいろいろ受け止まっていただき、また今後参考にさせていただきたいと思います。足立君。さすが岸田大臣はやっぱり大きいですからね、いちいちこういうのに目くじらを立てて何言ってんだということはありませんが、私が代わりにね、またいろいろ文句言っときますから、またその辺お含み置きをあんまり関係ないですけどいただければと思います。それからね、もう笠井委員がおられなくなりましたが、今日はですね、最初北朝鮮の弾道ミサイルの話をしますが、その後に安保法制の話をします。安保国会では岸田大臣も答弁に立たれて大変ご苦労されたと思います。で、私はこの委員会でですね、各国民の代表ですから、各政党がいろんな意見を述べる、これは当然だと思いますし、何も問題ないと思いますが、しかし、笠井委員個人に何か私が何か問題があるということではありませんが、共産党とか民進党がね、あれだけ安倍総理や岸田大臣に向かって、あるいは、防衛大臣に向かってですね、いろいろこう罵倒してですね、でプラカード掲げて、で国会の前でああいうデモをすると、で戦争法だという、レッテル貼りをしてきた、そういう政党に所属する委員たちがこの外務委員会で、偉そうにですね、国益を議論するというのは僕は本当におかしいと思うんですよ。ちょっともうやめろっていう感じなんでやめますが、本当におかしいと思ってるんですよ。これはしかし国会だから、国会っていうのは政府から国会っていうのはいろいろ通してもらわなあかんのでね、条例も、条例じゃなくて条約も、だから、お気持ちは分かりますが、しかし私たちは私たちで言うべきことは言っていくと、
という立場でやっぱりおかしいと、何を偉そうに国益を議論してるんだと、あれだけ安保法制を、ね、罵倒しといてね、じゃあどうやって日本国を守るのかちょっと言ってみいというふうに、まあ、大臣も本当は言いたいだろうなということで、これも私が代弁をしておきたいと思います。まあ、大臣の代弁なんて言ったら僭越だから、まあ、そんなそれは俺の代弁じゃないと思われていると思うんで、まあ、独り言だと思っていただいたらいいと思いますが、まあ、ちょっと戻ります。あの北朝鮮の弾道ミサイルについてはですね、もう十分議論がされてきていると思いますが、一点よくわからないところがあります。おとついの予算委員会で総理もですね、これは北朝鮮が新たな段階の脅威であることを明確に示すと、この新たな段階とおっしゃるからにはですね、これ何か 3つが4つになった、4つが5つになったという量的なものではなくて、質的に変わったんだと、段階、ステージというのはそういうことだと思いますが、どういう、まあ、防衛省でいいですよ、これどういうふうに質的に変わってるんですか。防衛省岡防衛政策局次長。お答え申し上げます。今回の北朝鮮によるミサイルの発射につきましては、まあ、4発の弾道ミサイルをほぼ同時に発射をし、いずれのミサイルも約1000キロ飛翔し、そのうちの3発が我が国の排他的経済水域内に、残りの1発がその排他的経済水域の付近に着弾したものと見られておりまして、これは北朝鮮が新たな段階の脅威であることを明確に示すものだと私どもとしては思っているところでございます。最近の動向として見ますと、北朝鮮は昨年核実験を2回行っておりますし、また20発以上の弾道ミサイルを発射して、北朝鮮が新たな段階の脅威となっている状況のもとにおいて、今般の弾道ミサイル発射がこうした新たな段階の脅威を改めて明確に示したものだというふうに私どもとしては認識をしているところでございます。こうした北朝鮮による核ミサイル開発の継続や累次にわたる弾道ミサイル発射は、我が国を含む地域および国際社会の平和と安全を損なう安全保障上の重大な挑発行為であり、断じて容認できないものでありますし、また弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も行わないことを北朝鮮に義務付けた関連の安保決議にも明白に違反しているものでございます。防衛省自衛隊といたしましては、引き続き米国や韓国とも緊密に連携しつつ、重大な関心を持って情報の収集分析に努め、我が国の平和と安全の確保に万全を期す所存でございます。以上。足立君、ありがとうございます。よく分かりませんでした。まあ、何発何発というですね、まあ、量がなんか多いんだなというのは分かりますが、それは新たな段階の脅威なんですか。岸田外務大臣。総理はじめ政府として新たな段階の脅威という言葉を使い始めたのは、昨年の北朝鮮のさまざまな挑発行動を受けてのことであったと認識をしています。昨年北朝鮮は初めて1年のうちに2回核実験を行いました。20発以上のこの弾道ミサイルの発射も行いました。確かにこういった 数的なものもあるわけですが、その発射のありようにつきましても、昨年は3発、そして、今回は 4発ですか、同時にこのミサイルを発射するとか、移動式の発射台を活用するとか、それから昨年は SLBM 潜水艦からも発射するということがありました。こうしたこの弾道ミサイルの小型化ですとか、あるいは弾頭化が進んでいるのではないか、こういった質的なこの変化も、このさまざまに指摘をされているところであります。ですから、こうした数的な意味においても、また質的な意味においても、これは新たな段階の脅威だというふうに認識をし、こういった用語を政府として使わせていただいている、こういったことであると認識をしております。足立君。もう少しこの議論をしておきたいんですが、もう やめたいと思うんですが、もう少しやりたいと思うんですが、もともと北朝鮮が持っている技術、まあ、軍事技術っていうのは、まあ、低いところから、まあ、上がってきているわけでありますが、私が一般市民の立場、まあ、頭を、まあ、一般市民というか国民一般国、まあ、国民一般の
立場から考えるとですね、まあ、仮に、まあ、多少私も国会議員ですから知識がそれなりにあると思ってますが、まあ、ない方から見れば普通の方はないです。北朝鮮の脅威というのはですね、2つの脅威があると思います。ちょっと乱暴な議論でもう大臣申し訳ないんですが、1つは非常にその技術が拙いので、非常に技術が拙いので間違って日本の国土に落ちちゃうんじゃないかという心配、それからまあ大変精度が上がってきたので沖縄とか東京とか大阪とかそういうところを狙い撃ちすれば当たってしまうと、要は当てることができると、まあ、いろんな意味でのそのものがあると思います。あんなその排他的経済水域に落ちたということは、これ失敗したら日本の国土に、なんていうんですか、そういうのは日本の国土に着弾してしまう恐れとかをですね、国民は感じていると思います。そういう、そう、脅威というのはそういう脅威なのか、もっと長い目で見たときに軍事的な、まあ、いろんな判断として脅威なのかね、国民は心配した方がいいんですか。北朝鮮の弾道が頭の上に落ちてくるリスクがちょっとあるんだと心配した方がいいのか、心配しなくていいのか、どっちですか。岸田外務大臣。北朝鮮のこの技術のありようについては、我が国のみならず、米国、韓国、関係国とも連携しながら情報収集分析に、努めています。そしてそのレベルについて、詳細申し上げることは事柄の性質を控えなければならないと思いますが、いずれにせよ少なくとも先ほど申し上げましたさまざまな点から考えますときに、北朝鮮のこの技術のレベルはですね、上がっている、進化しているということは間違いのないところではないか、このように、まあ、認識をしています。その点において、この我が国に対するこの脅威が、まあ、高まっているということは間違いないのではないかと考えます。まあ、いずれにしましても全体として我が国に対しての脅威は高まっている、脅威は新たな段階にあると認識をしているところであります。足立君。まあ、一応国会質疑であり私も野党ですので嫌がられながらも聞きま、もうさらといをしますが、その日本の国土に着弾をする、あるいは、領海と言っていいのかな、まあ、要すれば、まあまあ、国土でいいですよ、そういうに着弾をするリスクはあるのかないのか、今それは難しいですか。岸田外務大臣。着弾する確率があるのかないのか、高まっているのかということですが、そもそも北朝鮮の意図がどこにあるのか等も含めて、それは考えなければならないと思いますし、北朝鮮の意図あるいは技術のレベルについての情報分析等についてはこうした場で明らかにするのは控えなければならないと思います。いずれにせよ全体を総合的に判断する中で脅威は高まっている、新しい段階にあるというこの認識について政府として申し上げさせていただいている次第であります。足立君。我が国の国土に着弾させる技術はすでにあると言えますか。委員長。岸田大臣。そうした具体的なこのことについて申し上げるのは控えたいと思います。引き続き情報収集分析に努めます。委員長。
足立君。ありがとうございます。お付き合いをいただきましてありがとうございます。まあ、政府としてはここまでだと思いますが、まあ国民はですね、の皆様は、まあ、いろいろ報道に接しながら、不安に感じられたり、あるいは無頓着じゃないな、国民の皆様ですから無頓着じゃないんだけど、要すればあまり、心配されてない方もいらっしゃるが、大変懸念されていらっしゃる国民もおられるということだと、まあ、私は心配してますんで、まあ、そういう方もいらっしゃると思います。さて、報道でもですね、マレーシアと北朝鮮の関係について報道されています。まあ、これ、まあ、簡潔で結構ですが、まあ、どういうことになってて、この見通しですね、特に見通しをご紹介をください。どなたでも結構ですよ。四方大臣官房参事官。お答え申し上げます。マレーシアと北朝鮮は互いの大使に対してペルソナ・ノン・グラータ、まあ、好ましからざる人物ということを宣告しするとともに、相手国民を出国禁止すると、両国間の緊張が高まっているというふうに認識しております。第三国間のやり取りでございますので、日本政府としてコメントすることは控えたいと存じますが、現時点でこの両国間の関係が我が国の安全保障に直接の影響を与える、及ぼすような特異な事象は確認しておりません。いずれにしましても、政府としましては引き続き関係国と緊密に連携し、北朝鮮の動向について情報収集分析に努めるとともに、いかなる事態にも対応できるよう万全を期していきたいと存じます。以上。足立君。まあ、今直接の影響はまあないとこういうご答弁ですが、何か間接にはあるんですか。四方参事官。先ほどの答弁にもございましたけれども、今回、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が行われたということで、北朝鮮による核実験や度重なる弾道ミサイル発射というのは、我が国を含む地域および国際社会の安全保障に対する明らかな挑発行為でございますので、それについては我が国として断じて容認ができないというふうに考えております。いずれにしましても政府としまして、引き続きアメリカ、韓国と関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮の動向について情報収集分析に努め、いかなる事態にも対応できるよう万全を期していきたいと思います。足立君。まあ、本当はですね、このマレーシアと北朝鮮の関係についての、まあ、見通しをいろいろ教えていただきたいところですが、まさに今ご答弁あったように、まあ、第三国同士の関係について日本国の政府のメンバーがですね、なかなか言及できないということも、まあ、理解はできますので、また別途の場で、継続して議論していきたいと思います。さて、冒頭も申し上げた安保法制ですね、これ外務大臣の所掌関係は、そんなそれこそ直接的ではないことは承知をしてますが、結構私ども、日本維新の会はこれ、こだわってます。で、私たちは安保法制について、やっぱりちょっと行き過ぎじゃないかという部分があって、対案、独自案という形で、我々がやればこういう線引きの法律になるというのを、まあ、国会に提出をさせていただきましたが、まあ、民進党さんのプラカード騒動に巻き込まれてですね、まあ、巻き込まれてはいないですね、邪魔をされてですね、しっかりと国会で審議を尽くすことができたとは思っていません。ただ、まあ、そのこと自体は今日ここで改めて議論するつもりは全くありませんが、ただ合憲性について国会で議論になったのは事実です。安保法制の合憲性について国会で議論になったのは事実であります。ただ私は政府よりも野党4党に、当時4党だったかな、に違和感を持ってます。どうしてかといえば、当時の安保法制はまずそれに先立って政府は閣議決定で憲法の解釈を変更しました。でその上で、法律案については国会の多数で議決をしています。
これ以上の民主主義はないですよね。これ以上の民主主義はないわけです。何かあの民衆的じゃないとかですね、なんかひどいことを、まあ、レッテル貼りをされてましたが、最高の手続きを踏んでるわけであります。もしこの当時の安倍政権の安保法制に異論がある勢力があるとすれば、最後の手段はこれ司法に訴えるしかないですね。ところが日本の司法は、日本の司法府は最高裁判所が、判断しないという立場を取ってますので、なかなか、まあ、あのものによってはですね、なかなか司法府が叱るべき、役割を果たせていないというのが日本の現状です。そこで日本維新の会は、今私も憲法審査会の委員も拝命してますが、憲法変えようと。で、緊急事態とかいろんな議論があるのは承知してますが、憲法裁判所をしっかりと整備をする、まあ、もちろんあの最高裁判所の憲法部とかいろんな議論がありますが、その細かいことはさておき、司法府がしっかりと安保法制等の立法についてその合憲性を判断できる、そういう統治機構を作り直していかなければ、いつまでたってもああいうプラカード騒動がから日本の国会が脱却することができないんじゃないかという懸念を日本維新の会は持っているわけです。したがって安保国会で対案を出し、そして今憲法審査会にですね、憲法裁判所の設置をすべきだという憲法改正草案を公にして、これから議論をしていきたい、こう思っているわけであります。まあ、外務大臣の所管とはちょっと離れますが、まあ、安保国会でご苦労されたお立場としてですね、私が今申し述べた立場、まあ、私は自分がおかしくなくて、他の野党4党はおかしいと、こう思ってるわけですが、外務大臣も同じだと思うんですが、どうでしょう。岸田外務大臣。まず、平和安全法制については、その内容についても、また手続きについても、まあ、憲法、現行憲法との関係において、これは適切に、この制定されたものであると、私は認識をしております。その上で、まあ、司法の判断ということで申し上げるならば、憲法解釈を最終的に確定する機能を有する、まあ、唯一の機関は、現状、まあ、最高裁判所であります。ただ、この抽象的な、まあ、憲法判断ができるかというような、まあ、観点から、この憲法裁判所というようなものを設置し、この具体的な訴訟事件を離れて、抽象的な憲法判断の機能をすべきであるというご提案があるということ、これも承知をしております。そして、それについてどう考えるかということであるならば、これは大変大きな問題であり、これはこの議論をこの国民レベルでもしっかり深めた上で判断すべき問題ではないかと思います。問題点あるいは論点の指摘としては大変重要な指摘だと思いますが、これをどう判断するかということについてはもう少し議論を深める必要もあるのではないか、このように考えます。以上、足立君。ありがとうございます。私は今大臣がおっしゃったお立場はよくわかるし、決して問題というか矛盾があるわけではありません。ただ野党4党が示している立場というのは矛盾があると思うんですね。どういう矛盾かというと、繰り返しになりますが、我が国の統治機構の下で、内閣が解釈について決定をし、国会の多数が法律を可決成立せしめた、それに異論を持っているわけですね。で、先ほど大臣がおっしゃったように、その異論を裁くことが、それについて取り上げることができるのは司法府だけです。普通は野党4党は日本維新の会の憲法裁判所の提案に賛成するのがロジカルな立場に
それしか僕は想定できないですね。私は、まあ、偏境だからかもしれませんが、だから私は野党4党のロジックというのを理解できないでいます。大臣は理解できますか。野党4党のロジックです。委員長、はい、岸田外務大臣。まあ、平和安全法制をはじめとするこの国会内の議論と司法との関係については先ほど申し上げたのが私の認識であります。まあ、野党のロジックということについてどう考えるかというご質問についてはちょっと野党のロジックということ自体十二分にこれ、この把握しておりませんので、あくまでも私の考えは先ほどの通りだということを繰り返させていただきたいと思います。足立君、ありがとうございます。さて、今年に入ってですね、世界全体が、まあ、去年からですね、大きく変動をしてきています。トランプ大統領が1月に誕生し、イギリスの EU 離脱の手続きも粛々と進んでいます。またあまり注目されてませんが、私たちの統治機構改革との関係で大変重要だと思って注目してきたのはイタリアの憲法改正であります。国会の仕組みも抜本的に変える、一院制にするんだったかな。それから、そういうその地方制度も抜本的に変える、国会の確かちょっと今もう準備していないので忘れましたが、イタリアの一つの委員はですね、もう地方の委員にすると、地方の政治家が、地方の首長たちが、一つの委員を形成して、ちょっとごめんなさい、失礼しましたのでもうやめときますが、まあ、いずれにせよレンツィ首相がですね、大変、アンビシャスな、提案をして、政治生命をかけて、国民投票に付した憲法改正案は、国民イタリア国民に否決をされた。これもマスコミはですね、この3つ、トランプも EU のごたごたもですね、またイタリアの問題も、マスコミは得てしてポピュリズムが蔓延をして、いわゆるポピュリズムというものがそういうものを生み出しているんだという、まあ、論調が、まあ、マスコミには多いんですが、今日まあ伺いたいのは大臣のご見識なんですね。ご見識というのはご見解、ご見識です。そういうふうに世界で今起こっているトランプ、EU、そういうその大きな、変動というものを、まあ、どういうふうに捉えていらっしゃるか。いやいや、別に変動でも何でもないと、4年に一度の大統領選挙があったんだと、まあ、イタリアではレンツィが失脚したんだと、イギリスはまあ、まあ、いろいろこうだと、まあ、単に事象の集まりとして、淡々と認識をされているだけだと理解したらいいのか、今私が紹介申し上げたようないくつかの大きな事柄をですね、何か統一的に認識をされている部分があればご紹介をいただきたいと思います。岸田外務大臣。ご指摘の3点、トランプ大統領の就任、そして、英国の EU 離脱、そしてイタリアでのこの国民投票についてですが、まずいずれもそれぞれのこの国の民主的なプロセスに従って、国民の皆さんが判断したことであります。まあ、そうしたまあ、選挙や国民投票の結果について、私の立場から何かコメントするのは評価するのは控えなければならないと思いますが、少なくともこうした動きの結果として国際社会に、保護主義的な傾向、あるいは内向きな傾向が、広まっているのではないか、強まっているのではないか、こういったことは指摘をされてますし、私も感じます。そして、今年はこれからも、主要国で大統領選挙や、あるいは、国政選挙が
この目白押しであります。まあ、こうしたあの選挙の結果によってはあの変化の可能性のある1年だということも言えるのではないかと思います。その中で我が国としましてはやはり自由とか民主主義とかあるいは自由貿易というこの基本的な価値、これはこれからも重要であると思います。こういったあの基本的な価値がこれからもしっかりと守られるのかどうか、まあ、こういった観点からこういった動きを注視していきたい、このように感じます。足立君、ありがとうございます。あのこの点についてもう一言というかですね、もう一点、まあ、今あの自由貿易ということをおっしゃいました。私もあの通産省にいたことがありますので、まあ、あのよくそれは承知をしているつもりなわけですが、あの先ほど大臣がご紹介されたように世界は保護主義的な傾向を一定、強めつつあるわけ、そういう評価が、まあ、あり得るわけですが、日本の外交戦略として今まで通り自由貿易ということを主張し続けていればこの難局は乗り越えられるのか、もうちょっとこう戦略的なね、まあ、押したり引いたりということですが、ことが必要だと考えているか、その辺がちょっと関心事項なんですね。あのなぜかというと結局自由貿易っていうのは 今やですね、安倍総理がアメリカに行くときにちゃんと自由貿易だと言ってこいよと、いや共産党が言う時代ですからね。あ、言ってないかな。あ、笠井さんがいらっしゃってちょっと迂闊なこと言えないですね。安倍総理がアメリカに行くときに野党がこぞって、あの中国までもが、あの中国までもが自由貿易だと言ってたような記憶があります、コメントでね。要すればトランプさんがまあああいう立場を取ってるもんだから、何か今までとても自由貿易を支えてきたと思えない勢力が自由貿易を掲げてですね、いろいろとこう、まあ、イチャモンつけてくるということがですね、まあ、ある時代です。だから私は日本の戦略としてはですね、もう少し高度な、単に主義主張を一本やりに主張するだけではなくて、目には目をじゃありませんが、あのトランプ政権とをはじめとする世界とこれからやり合っていくにあたってはですね、単にこれまで日本が尊重してきた理念を掲げるだけでは足りないのではないかと思いますが、どうでしょう。委員長。岸田外務大臣。まずあの今の国際社会の状況、グローバルなサプライチェーンが存在し、この技術が革新している、こういった状況を考えますと、これからも国際社会にとって自由で公正な経済ですとか自由貿易というものは重要であると認識をしますし、我が国にとりましてこうした考え方は大変重要であり、我が国も国益の観点からもこうした考え方を重視していかなければならないと思います。そしてまあその上で単に主張するだけではなくて、いろいろこの考えなければならないのではないかというご指摘について、あえて申し上げるならばですね、これからも自由や民主主義や自由貿易、こういったあの基本的な価値を大事にするためにも、グローバル化の負の側面にもしっかり目を向けていく、こういった態度は重要なのではないかと思います。このグローバル化の負の側面、例えば格差の問題についてもですね、それぞれの国が国内において社会保障ですとか教育政策を通じてこの格差の問題に取り組むのも重要ですし、国際社会においては例えばあの国連において採択されましたあの SDGs がありますが、この SDGs への取り組みを進めることによってこうした格差の問題にもしっかりと取り組んでいく、そしてそういった取り組みをすることが結果として自由で公正な経済あるいは自由貿易を引き続き大事にしていこうという姿勢につながっていくのではないか、まあ、こんなことは感じるところであります。足立君。ありがとうございます。大変感銘をいたしました。まさに同じ思いで日本維新の会は
少子高齢化、少子化を乗り越えるためにもですね、あるいは格差を是正していくためにも教育無償化という柱をですね今掲げている、まあ後ろからあの真似をしてついてくる民進党という党もありますが、我々は教育無償化をですね憲法に規定すべきだということで掲げているということは、まあ改めて紹介をしておきたいと思います。最後に1点、あ、時間来ましたね、もう終わりますが、実は最後にやりたかったのはツイッターですね、トランプさんのツイッター、いろいろね、外務省あるいは官邸がどういうふうにソーシャルネットワークを、SNS を使っていらっしゃるかは、もうここで確認してますが、ぜひ英語での岸田大臣個人の名前での英語での発信もしていただきたいというふうにお願いをして、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。